西岡、解説にはおなじみとなりました岡田武さんをお迎えしてお送りします。岡田さん、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。アーセナルのボールで試合が開始します。ガラス、ここにサニアがいます。ウォルコット、ファンペルシー、いいクロスを入れたい、折り返した。これは危険な位置でのカットです。イグアイン、予感のあるパスがつながった。足元の柔らかさが光ります。ゴール1対0です。難しい位置にボールを蹴り込みました。キックオフで試合再開です。アーセナルは苦しい状況を打破できるでしょうか。ここにサニアがいます。ボールにはウォルコット。スローインでの再開はアーセナルボールです。ファンペルシー、ファンデルファールトに注目です。体を当てて取る、奪った。テオ・ウォルコット、合わせてくるか。ボールへの寄せが非常に速い、出足が鋭い。カットします。アルシャビーン、ファンペルシー、アルベロア、ファンデルファールト、やはりうまい。体を入れ替えてボールを奪った。アンドレイ・アルシャビーン、ナスリ、ディアビ、クリスチアーノ・ロナウド、どうする。スライディングでいった。ウォルコット、強引にフィジカルで持っていった。スペースを狙ってきた。これはパスミスになった。右へフォローが来る。試合はゴールキックから再開となります。浮いたボール、これはどうなりますか。ファンペルシーが行きます。ファブレガス、さあ周りを見たい。ゴール、試合を振り出しに戻しました。素晴らしいテクニック、そして落ち着いてゴール下隅に決めました。簡単に決めたように見えましたが、実際は難しいプレーですよこれは。さあ岡田さん、レアルマドリーにとっては今日の試合はいい相手となったんではないでしょうか。はい、レアルマドリーの特徴をしっかり出せる相手だと思いますよ。さあイグアインです。いい形ができつつある。ゴールが見えてきた。動きに躍動感があふれますウォルコット。ディアビ、ナスリがここにいました。ファンペルシー、このパスはダメでした、通りません。クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。カカ、ボールに向かうのはクリスチアーノ・ロナウドです。どんなボールで行くか楽しみですね。カードが出ます。イエローカードです。落ち着かないといけませんね。ディフェンダーを抜いた。さあどうだ、ラウル・アルビオル、ここにはセルヒオ・ラモスがいました。ボールに行ったのはイグアイン。ゴールが見えてきた。シュートでしたがこれは決まりません。
残念そうにしています。絶好の場面でしたからね、頭も抱えますよ。ボールを失った。ボールにはウォルコット、勝負どころと見たか、前に飛び出します。イグアイン、ラファエル・ファンデルファールト、かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。サミル・ナスリ、アルシャビン、スローインはアーセナル、グティが絡みます。アーセナルはうまく世代交代を成し遂げた印象があります。はい、若手の登用もうまくいって、これまでくすぶっていた選手がしっかりチャンスをものにしましたよね。見事な監督の手腕ですよ。ファンプルシー突破しました。ここはやはり体の違いが出ます。ここの判断は大事です。よく聞いています。シャビアロンソ、イグアイン、さあここはクリスティアーノ・ロナウド、ゴールが見えてきた。ゴールラインを割ります。ゴールキックです。ペペ、ゴールキックとなりました。シャビアロンソです。ファブレガスです。ここにサニアがいます。ウォルコット、中にボールが入る。攻撃を組み立てられません。ファンデルファールト、ボールに絡むと空気が変わります。クリスティアーノ・ロナウドです。完璧なタイミング、前に飛び出して相手に仕事をさせません。いやー、まさに完璧なタイミングの飛び出しでしたね。攻撃はここで止められます。クロスを出した。このクロスボールはディフェンスがクリア。パス通りました。顔を上げたい。ここでイグアイン、パスコースにはディフェンスがいます。味方が上がってチャンスを作りにかかります。グティです。ここは押し出します。スローインです。ここでホイッスル。前半が終了いたしました。前半の内容はいかがでしたでしょうか、岡田さん。どちらのチームも様子を伺いながらという前半だったと思いますね。この後でしょうね、ハーフタイムでの指示が勝敗を分けることになると思いますね。